引き続き第2試合場では赤奈良県6番西田選手対しまして白大分県練習6番吉井選手の試合でございます。 第2試合場白吉村選手の連打決まりました。
対して白、東京都佐藤選手の試合は面が決まりまして東京都佐藤選手が勝ちました。引き続き第1試合では2回戦に移ります。